はい、LA の笹田でございます。実はね、本当か、夏季特別休暇を自分に与えておりまして、お休みをしております。考えてみますと、この数十年ですね、ほとんど休まず我ながらよく仕事をしてきたって感じでね、もう先日も間に合わせるのにも夜も遅くまでやって、朝も早くから起きて、まあ、なんとか間に合わせてみたいなね、ことをもう二十数年ずっとやってきたんだけれど、まあたまにはね、有給みたいな感じ、自分に休み与えたっていいんじゃないかと思って、今お休みをしています。それで、そのこの間の、GUI でティクリティ系を、イーザースリープライブラリに取り組んで、で、再起付け書くってやつね、この間ちょっとご紹介したんですけど、こういうシェルピンスキーですね、付け、このも書けるようになったんで、記憶のあるうちにということで、キータに投稿します。あ、これね、この本、ウィストさんの本ですよ。昭和57、8年頃にいっぱいリズムの本買い込んできた中の一つなんですけども、 C カーブなんてあったよななんて思いながら、久しぶりにね、読んでました、リスプね、リスプ、随分リスプも世界も変わりましたよね、当時はね。人工知能、まあ、古典的な人工知能、まだディープラーニングなんかも全然の頃の話ですけれどもね、でもワクワクするような題材でね、私にとっては非常に面白かったんだよね。あとゲーデレーシャ・バッハなんてのも出てきたりとかね、今のリスパーとかスキーマーの人たちは人工知能なんてもうそんな複製みたいな感じで言われちゃうんだけれども、まあ老害なんて言われないようにあんまり、余計な ところには顔を出さないし、余計なことをそういうところに公式の場には出ていかないようにと注意を、しております。それとね、あと、まあ、こんなんで言うとこうリラックスしたんですけどもね、これね、この間もちょっとお話しましたけどもね、ガッチャマンのね、仮組までねして、こんな感じですよ、ゴッドフェニックスね。こんなんで、ちょっと休暇を、満喫したいなというふうに、思っております。また安倍元総理の暗殺ではもうね、非常にそのショックを受けて、しまったのですけれども、まさか日本がそんなことが起きるなんて思わなかったからね。いろいろ思想、信条の自由があって、人権が守られる日本、それはそれで素晴らしいんだけどもね、だけどどうなんだろう、自由と暴言と履き違えてる人もいるからな、なんてことね思いながら、ここのところうつうつとしたんですけれども、なんかまた好きなこと徹底的にやって、ちょっと気分盛り上げてると思ってます。気分盛り上がらないとね、ダメなんですよね。で、気分が盛り上がるとね、お金も恵まれるし、収入も増えるし、おかげさまでこの10年ぐらいどんどん毎年のように、収入所得が増えていますの今日配偶者控除なくなっちゃった所得が多くなっちゃうとね、配偶者控除取れなくなっちゃうって、今増税になっちゃってるもんだから、ああ俺もそんなになっちゃったかなと思ったんだけど、もうさらに頑張ってですね、まあいっぱい税金払うんだけど、もうそのぐらい国家財政に寄与するぐらいやったらやみたいな感じでね、まあいろいろとありましたけどもね、僕ばっかり言っててもしょうがないんで、自分でできることでどれだけその世の中に貢献できるのか、世の中貢献できればお金もらってくるしね、楽しいしね、楽しいのが一番ですよ。楽しくやって、世の中の要約に立ってお金も回ってくると、なんていうことで、昨日はちょっとうつうつしたんだね。安倍総理のその暗殺以来ね、なんかいろいろこう思い沈み込んでしまったんだけど、まあ、そんなことも言ってられないんでね、もう徹底的に楽しんじゃえと。いう気持ちでおります。リスプからまたちょっと脱線いたしました。じゃあまたお会いいたしましょう。